の時の夏にあの日本を出て、去年、一昨年だ。はい、一昨年から。え、一人で行ったの？はい、もう一人、親なしで一人で韓国に行って。いくら好きなものがあるからってさ、他国に一人で行っていないですよ。中学生の時は市内出るのもちょっと怖い。怖かったですね。言葉は？言語はすごい、あの塾に通いながら練習してたんですけど、うん、もう最初の頃は通訳機でしかもう会話できないぐらいできなくて、うん、今も韓国語は日常生活はもう全然できる。ある程度はもうできるようになりました。日本と韓国の違いとかってありましたか？うん、ダンスというとやっぱり J-POP はダンスの本題ともいえるアメリカのオリジナリティを生かした感じ、うん、で、まあ、K-POP はまあダンスが揃っててチーム全体がまとまっている感じとか、まあ、オリジナリティを生かすK-POP ならではの新たなスタイルにしている感じですね。ミキさんの所属するエンハイプンはプロデューサーは BTS と同じ方だということで、うん、実際に BTS のパフォーマンスを見たこともあるんですかね？はい、もう最初に BTS 先輩たちを見た時はマイケルを見た時と同じ感覚で、でも年齢的にマイケル・ジャクソン、僕は初めてマイケル・ジャクソン知ったのは3歳の時なんですけど、お父さんが車の中でマイケル・ジャクソン あのスリラーを見せてくれて、そこから興味を持ちました。あ、映像を最初見たんだ。はい、映像から。マイケル・ジャクソンを見てからダンスをし始めた感じですね。実はですね、ニキさんが、踊られているエンハイプのデビュー曲のギブンテイクンの中にもマイケル・ジャクソン風の部分があるというふうに。ああ、みんなでやってくれよ。またいたらかっこいいわよ。Get the point? Good. Let's dance. うわー、やっぱり最高だわ。